皆さんこんにちは。日本の歌手である佐藤龍我さん。今回は佐藤龍我の衝撃の後また発覚した真相と、ベッド写真流出騒動にファンが大失望した実態について紹介します。まずは佐藤龍我の履歴とプロフィールから紹介します。佐藤龍我は日本の歌手、タレント、俳優、ファッションモデル、ジュニア内男性アイドルグループ美少年のメンバー、ジュニアの6人組グループ美少年の佐藤龍我さんが、元彼女を名乗る人物から浮気やモラルハラスメントなどの問題行為を暴露され、ベッド写真なども流出しファンなどの間で物議を醸しています。その人物は X に文章と写真を投稿し、詳細な時期は不明ながら、佐藤龍我さんと交際から間もなく浮気が発覚し、反省の色が全く見られなかったことで我慢ならず、X で問題行為の数々を暴露することを決断したとしています。まず、浮気が発覚した経緯については、佐藤龍我さんの彼女だと名乗る人物から SNS を通じて連絡があり、浮気の証拠写真などが送られてきたといい、それを受けて佐藤さんのスマホをチェックした結果、LINE などから浮気の証拠が見つかり、複数の女性と浮気していることが判明したそうです。その後、佐藤龍我さんに浮気について問いただしたところ、浮気を認めるも反省の色が見られなかったほか、付き合っている当時も束縛などがひどく、少しでも嫌なことがあれば罵倒されたり、精神的にも追い詰められていましたと、浮気だけでなくモラハラを受けていたとも訴えています。このように佐藤龍我さんの問題行為を暴露し、交際の証拠として佐藤さんとのプライベート、2ショット写真と寝顔の写真を公開しており、この投稿はファン等に拡散され、すでに暴露アカウントは削除されています。佐藤龍我さんはプロのアイドルとしての自覚が欠けているのか、これまでに何度もやらかしている問題児で、直近では昨年8月に美少年の那須雄登さんと共に、事務所のタレントがたびたび使用している帝国劇場の楽屋にて、壁にシュークリームを思いっきり投げつける動画が X に流出し、応援上騒動に発展しました。この問題で旧ジャニーズ事務所とジュニアのプロデュースを手掛ける兄の代表井ノ原快彦さん、メンバー6人がそれぞれ謝罪コメントを発表しました。また2022年にはプライベート動画がネットに流出し、東京ディズニーリゾートで多くの人たちがいる中で、ディズニーの見てください、この城夢が叶っちゃうんですよ、お願いしていきたいと思います、彼女欲しいと叫ぶ内容となっており、ファンから批判が殺到しました。高校3年時の2020年末には、週刊誌週刊文春のウェブ版文春オンラインによって、モデル女優の鶴島ノアさんの自宅マンションへの通い合いが報じられ、鶴島さんの自宅から制服を着て堀越高校に向かう姿も目撃されていました。佐藤龍我さんは当時舞台に出演中で、コロナ禍で様々な感染防止対策をする中、外部の人間と密会を重ねていたことでも波紋を広げ、このスキャンダルで佐藤さんは芸能活動を自粛し、舞台を降板しました。佐藤龍我さんは謹慎処分を受けてから御子瀬後に活動再開し、その際に出したコメントでは、お仕事をいただけることは決して当たり前ではなく、皆様の応援のおかげだと心に刻み、今まで以上に努力することをお約束します。失った信用を取り戻すことは決して簡単なことではないと思います。それでもまたファンの皆様と大きな夢に向かって一緒に歩んでいかせてほしいです。それは全てこれからの自分次第だと思っていますと綴っていました。こうしたコメントを出していたのですが、プライベートの動画流出などで何度も炎上し、また新たに元彼女を名乗る人物から浮気やモラハラを暴露され、ベッド写真なども流出となり、ファンからは批判や呆れ声などが上がっています。佐藤龍我さんは今年、平成ジャンプの山田涼介さん主演ドラマビリオン×スクールにゲスト出演したり、今月3日開幕の舞台ビースターで単独初主演を務めるなど、俳優としても活躍しています。しかし再びプライベートでの問題行為が明らかとなり、佐藤龍我さんのスキャンダルなどが原因でグループ全体のイメージが悪化し、それによって CD デビュー計画が延期、白紙になったとの報道も過去にあり、これ以上周囲に迷惑をかけるならグループを脱退しろ、
事務所を辞めろといった声も少なくありません。佐藤龍我さんの問題行為が表沙汰になるのは今回が初めてではないので、こうした声が上がるのは仕方がないとも思いますが、 X での暴露内容はどこまでが事実かは現時点で不明となっています。またスタートエンターテイメントも旧ジャニーズ事務所と同様に、彼女との写真流出や浮気程度では処分を下すことなく、本人も含めてこの件に対してはスルー対応とみられますが、今後何かアクションを起こすのかどうか引き続き動向を注視していきたいです。これだけなら真偽不明だが、佐藤が上半身裸で女性と抱き合っているように見える写真や、ベッドで撮影されたとみられる寝顔ショットが同時に公開され、過去に出回ったことのない画像であることから、暴露の信憑性を高めている佐藤といえば、2020年に女優の鶴島の後の交際を報じられ、当時のジャニーズ事務所が一定期間の活動自粛という処分を下した。今回の流出はそれに続く女性絡みのスキャンダルといえる。また佐藤は昨年7月に開催されたジュニアの合同ドームコンサートで同じグループの浮所飛貴らと共に客席のファンからスマホを預かり、一緒に自撮りするファンサービスを敢行したことでも、一部のファンだけにサービスするのは不公平などと物議を醸した。この件ではラジオ番組でなんかいろいろ言われてるけど、俺のやり方だから口出してくるなって話と反論したことでも批判を浴びた。何かと騒がせなイメージが強かった上に、流出のタイミングが主演する朗読ミュージカルの上演期間中だったため、今回の流出騒動に対していかのような厳しい声が多く寄せられている。主演舞台やってる最中に流出ってヤバすぎるし、アイドルの自覚がなさすぎる、またデビューが遠のいた、というか佐藤龍我がいる限り永遠に美少年はデビューできないんじゃないの、週刊誌でなく一般人からの写真流出なんて最悪やん、もし誰かと付き合っててもバレないようにするのがアイドルなの、4年に1回流出ってオリンピックかよ。美少年は旧ジャニーズ時代から CD デビューの有力候補に数えられていたが、昨年夏にメンバーの那須雄登が帝国劇場の楽屋の壁に賞味期限切れのシュークリームを投げつけている過去の動画が SNS で拡散、それを撮影していた佐藤も含めで批判を浴びた。同時期にメンバーの金指一世のものとみられるプライベート写真なども流出し、シュークリーム動画の一件と合わせて事務所が謝罪文を発表する事態になった。不祥事の連発でデビューが遠のいたと言われ、実際に関西出身の A へグループに先を越されたが、ファンは諦めずに応援を続けていた。そんな中で佐藤の流出事件が起きたことで落胆の声が強まったようだ。美少年は同じジュニア内ユニットハイハイジェッツと合同の看板組を持つなど親交が深く、ファンからはハイ微動時デビューを期待する声が多かった。事務所側としてもそれが最もインパクトのあるデビュー方法になると認識しているだろうが、美少年がこの状態だとしばらく実現は厳しいだろう。そのためハイハイジェッツのファンからも美少年のスキャンダル連発に苦言が呈され、一部ではもうハイビでデビューは無理、ビは諦めてハイサムライデビューにした方がいいんじゃないですかね、といった意見すら上がり始めている。佐藤の流出騒動によって美少年がデビュー争いでまた一歩後退となる恐れがありそうな気配。悲願の CD デビューをいつか勝ち取るため、今度こそメンバー全員が気を引き締めて活動してほしいところだが、最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。